郡山市は、災害時の避難所などでの事故防止や円滑な運営のため、民間警備会社のアルソック福島と協力協定を結びました。締結式には、市内に本社を置くアルソック福島の前田康彦社長や品川市長が出席しました。協定では、災害が発生して避難所や車中避難所が設置された場合、郡山市はアルソック福島に支援協力を要請。避難所で来訪者の案内や誘導をしたり、避難所の巡回や警備業務を行います。起こった時にどうするかという備えというのがですね、今とても重要であると。いろんな状況に合わせて我々がそういった問題解決ということでお手伝いできればというふうに強く思っております。品川市長は、災害が起こらないことが何よりだが、万一の時には協力して十分に備えていきたいと述べました。小学生に楽しく体を動かしてもらおうと、西武体育館でバスケットボール教室が開かれました。バスケットボール教室は、東日本大震災の後、外で遊ぶ機会の減った子どもたちに、体を動かす楽しさを知ってもらおうと開かれていて、今年度で7年目です。教室には、市内の小学4年生から6年生の16人が参加し、プロバスケットボールチーム、福島ファイヤーボンズのスクールコーチから、パスやシュートなど、基礎的なプレーを学んでいました。だんだん友達も増えて、なんかよくでき、連携プレーもできたと思います。楽しくできたし、いろんなことを教えてもらったし、いろんな経験をやってないこともできたからよかった。バスケットボール教室は来月も予定されていて、詳しくは西武体育館にお問い合わせください。中央公民館で初心者向けのタブレットの体験講座が開かれ、参加者は悪戦苦闘しながらも楽しく学びました。初心者向けの体験講座は、タブレットを活用する機会を作ってもらおうと開かれました。ほとんどの参加者がタブレットを初めて操作するため、電源の入れ方や画面の操作方法など基礎から学びました。参加者は早速カメラでの撮影にチャレンジし、大きな画面での撮りやすさを実感していました。料理のレシピとかそういうのを見ているので、あと孫の写真を撮りたいと思ってます。自分で写真撮ったらそういうことはあんまりしないからね、まあ、ちょっとこう幅が広がったような感じします。中央公民館では来月、小学生を対象に科学実験やプログラミング講座を行う中央キッズスクールの開催を予定しています。これをアプリケーション